どうも、さかなです。今日はですね、この α7C ないし、ソニーのカメラを買ったら必ず変えないとやばい設定変化ということで、その設定を変えないと、ちょっと写真がね、歪んでしまうっていうね、設定の話をしていきたいと思います。で、早速なんですけども、その設定っていうのが、歪曲収差補正をオンにするということでございます。でもこの時点でね、もうそんなのオンにしてるよっていう方は、まあ、そのままね、撮影続けていただければいいと思うんですけれども、歪曲収差補正って何ぞやっていう方だとか、それをオンにした覚えないなっていう方は、ぜひね、最後まで見ていっていただけたらと思います。で、歪曲収差補正っていうのが何なのかっていうと、写真の歪みの補正のことなんですね。写真っていうのは結構いろんな歪み方をレンズによって、まあ、いろんなね歪み方をするものなんですけれども、その歪みをカメラね本体の方で電子的に補正していこうよっていうのが、このカメラの歪曲収差補正っていう設定になります。でその歪曲収差補正っていうのが何で起きるのかっていうと、まあ、レンズっていうのは、まあ、このレンズの中にこうガラスがねいっぱい入って一つのレンズになってるわけなんですけれども、そのレンズの中を光が通っていって、こっちか、光が通っていって最終的に出てきた像っていうのがここのこう一番端っこの部分から出て、カメラのね本体のセンサーに当たって写真になるものなんですけれども、このガラスのね中を通っていくうちに、まあ要は実像がね歪んでいってしまうっていうのはもうどうしようもないことなんですけれども、それをなくそうとすると中にね入っているそのガラスの枚数も多くなっていくし、技術的にも高い技術が必要になってくるし、そんなこんなでレンズは大きくなって重くなっていってしまうと。でそうなるとせっかくのねミラーレスカメラコンパクトで軽いっていう形なのに、その良さを生かすことができないとなってしまうので、最近のミラーレスカメラ用のレンズっていうのはその歪曲収差補正を残したまま発売して、こっちの本体の電子補正に歪曲収差補正は任せましょうと、だけど軽くてコンパクトにしたよっていうコンセプトのレンズが多いんですよ。なのでこの歪曲収差補正こっちのね本体でオンにしないとかなり、写真が歪んで出てきてしまうんですけれども、なぜか最初はオフになってるんですよ。これ最初からオンにしといてくれればいいのに、なぜか歪曲収差補正っていうのはオフになってるんです。ちょっとねこれ自分調べたんですけど、なんで最初オフになってるかっていうのが分からなくて、ちょっと有識者の皆様ぜひねなんで最初オフになってるかっていうのをコメント欄で教えていただけたらと思います。はいはい、じゃあここでね歪曲収差補正を入れてないとどうなるか、入れてどうなるかっていう比較を見ていただきたいんですが、まず補正オフで撮ったものがこちらの写真ですね。まあ、これが自分の部屋の棚なんですが、これをオンにするとこうなります。オフオンオフオンとで並べてみると、まあ、こうなんですが、オフにしてる方がねこうなんていうか真ん中がちょっとこう膨らむような歪み方を若干してるのがわかるかなと思うんですけれども、それをね、歪曲収差補正オンにするとピシッとまっすぐになると、まあオンオフオンオフオンオフと、まあこういう形なんですが、これっていうのは自然物だとか、まあ山だとかねこう風景を撮ってる時っていうのは分かりづらいんですけれども、すごくこうまっすぐなもの建物だとかを撮った時に、分かりやすくて、まあこうなんていうんですかね、こう真ん中が膨らんでしまう樽型とか、真ん中このへこむ駒型じゃない糸巻き型とか、いろんなね形があるんですが、こういうのを本体で補正していこうよっていう話になります。というわけで早速ね補正のやり方、メニュー画面見ながらご説明していきたいと思います。はい、じゃあ α7C2 のねメニュー画面で見ていきたいと思うんですけれども、今一番上の星のところにメニューがあるんですが、それを2つ下げてカメラマークのところで右を押して画質記録で下の方に進んでいくとレンズ補正っていうところがあるんで、ここでね決定をして、今ここに歪曲収差補正っていうのがあって、オートにもしてあるんですが、これが最初キリになってるんで、これをオートにすればもうそれで終わりです。はい、
はい、というわけで今設定方法をご説明させていただいたんですが、もう説明方法もクソもないぐらい簡単に、キルになってるのをオートにするだけっていう簡単な設定なんですけれども、なぜかこれが最初ね、本当になんでかわかんないですけどオフになってるんで、絶対ねこれオンにして取らないと、ものによってはね、再度こう四隅、画面の四隅にこう蹴られてね、ちょっと暗くなっちゃったり、思いっきりこう歪んじゃったりするんで、ぜひね、Y 曲集作成オンにして、綺麗な写真ね、撮っていっていただけたらと思います。というわけで、今回の動画は以上となります。今後もですね、α7C2 の設定だとか、動画のね、tips だとか、写真の tips、その他にもいろいろね、後ろにいろいろあるバッグのレビューだとかやっていきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。